まあ、一つはね、創造的筋肉を鍛えないか。映画行く、音楽会行く、美術館行く、他人の建築見る、そしてこれ以上のものを作りたいという、そういうものを超えていきたいという勇気。その体力が老化したら闘争心は必ずなくなりますよね。でその創造的筋肉がなくなったら闘争心がなくなります。一緒です。これは両方鍛えるのどうするかや。そのためには毎日が勝負。いやできないです。できない。これまた書院に切らしてみてできるようで友人なんですわ、はい、これ彼に怒る立体的でしょ、うん、私の手紙はなかなか面白いから立体的やから。ボクシングをやっていた時にファイティングハラードさんの練習を見てやめたと。もう全然違うからね。まあ設計事務所の親分が入り口にいると。まあ私は大阪人だから、もし合理的に全部の電話がここにあるんです。1階にで全部の電話を折る時には聞いていると。大体うまくいってないなっていうのは分かりますから。で物事を判断する。例えば仕事行ってくると電話聞いてますよね。どうなんかな、もうやめとけと、電話切れというのもこうやったら判断できる。だけどね、ここで働くのがしんどいですよ。それは上から全部見えるじゃないですか。親分は全部がみんな見張ってると。やっぱり緊張感ですね。宮村、これプランは入んの？入っとるね。浮いとる？子供一人やね。いや、子供4人です。4人も？はい。こんなの4人入られへん。で、そこに、まあ、家族全員で集まって。いや、子供こんなので4人行かれへん。その時、大きなりやろ、そこに。そうです。男女は？男女が、女性が2人で男性2人、うん、将来あかんかな。将来はどこに増築するかいうことを考えとかなあかんかな。だからそれやったら増築することを考えとかなあかんかな。だからここへ増築したらで、これはこっち向いて、これはこっち向いて、うん、これも作っとかなあかんね。もう初めから計画で、計画は、うん、だから4人いるんだ。4人分考えとかないとな。みんな だからこういうの全然考えてへんやんか。あ、これはこういうのがやったらちゃうか。いや、まあ僕は全然考えてへんやんか。どこで勉強するの？これこんな階段いるかね、この太い階段。だからね、いつも家具入れないと。なんやろな。家具からそのいわゆる建築を考えていかないと。これにてその今言うてる家具入れてな、こうのとこ行ってきたよ。はいはい、じゃあすぐやって。え、何分ぐらいできるの？今のコンピューターの中に色付きで直して何分ぐらいできる？30分ぐらいできるやろ。ほんなさっき渡したで。できるらしいです。はい、はい。いや、いいよ。おー、こんにちは、すみません。お邪魔しております。はい、どうもどうもありがとうございます。初めてこれができまして拝見しました時もびっくりしました。玄関入ってきた時にとにかく自然と一体になって、
暮らしていけることで、ほとんど外へ出ずにこの空間でいるのが一番幸せな時間ですね。はい。1階それから中2階2階ですか、まあ、いわゆる3つの層で四角いのが全然違ってきますので、一つこのグリーン自体も変わってきますし、公園との一体感もそれぞれ違ってきますので、はい、素晴らしいだと思います。はい、まあ、建築というのはね、やっぱ敷地を読まないかと、人生も一緒でしょ、先を読まないかと。で、我々はこの敷地を見た時に隣が公園ですから、公園を取り込むのはどうしようかと、ここでしかできないものをやろうと。先生に見ていただいて、むしろもそのここを見に来られてすぐイメージが先生の方からできた、早く土地を購入するようにという話だって言った。大変やろ、もうすいません、はいはい、これでいいのかな。その公園に向いて敷地がありますから、この敷地を全部取り込むためには、ここにある緑が、公園の緑がですね、この緑とつながってですね行くから一気に広がるじゃないですか。だから敷地は、この建物の敷地はもう公園も全部取り込むということになってまして、絵で描くとここにある緑は亀田さんの敷地、はい、で向こうにある緑はパブリックの敷地の緑で一体なのか、ものすごいこう広がりがあるやんか、ね、でこれが春と夏と秋と冬は全く違う風景になるんです。あ、すいません。日本人の美意識っていうのはやっぱり、まあ、四季折々の風景をきっちりと取り込めるという、日本人なりの感性というものを形にするのはまあ我々と思うんですね。そして日本人なりの感性の現代建築ができるのではないかと思ってきたんです。その仕事の中で、そのどういうふうにして自分を表現するかというように考えてきたのが、まあ、自分自身が作った住吉の長屋という建物なんですね。まず入ってですね、玄関、そして中庭、このように真ん中にこう中庭があります。これ中庭を通って階段、外部の階段なんですね。行くと、そして2階にベッドルームがありまして、だいたい13平米ぐらいですね。自分自身の考え方としては、一つのこの小さい住まいの中に一つの大きな宇宙を、思いとしては大きな宇宙を作りたいと。この外部を通って、このデッキを通って、もう一つ、こっち側に部屋があるわけですね。でこの真ん中は外部がある、この空のある外部ですね。これが大変問題になりました。まあ、賛否両論というのか、ほとんどがまあ反対と。この家の中に中庭があるとはとんでもないと、こう言われた住まいですけれども、この中庭から空を見上げますとですね、自分の空を見上げることができると。台所で食事をしていると、雨が降ってくると家の中に雨がさーっと入ってくると、太陽の強いところでは光がスーッとこう台所や今にこう入ってくるというような宇宙で、自然とともにまあ生活しているということで、まあ日本人で言いますと縁側ですね。縁側を持ったその自然と対話のできる住まいと。住吉の長屋はなかなかやっぱりそこに住み続けてる人は勇敢ですよ。勇敢、それを作られた人も勇敢でもね、若いというのはやっぱり青春っていうのはね、青春っていうのはやっぱり怖いものがないと、どないかなると、うまくいかなかったらやり直し聞くと。私は人生初めから失敗じゃないし、うまくいかない、大学も行けない、建築の専門学校にも行けないところからスタートしてるから、自分で組み立てないしはね。
後に建築やりたいなと思いましたけども、大学へ行くお金がない、自分の学力もないで、ならば自分で勉強しようと思って、本しかないんです。本でわからないから現物見に行く、法隆寺とか東照大寺とか見る、まあ、そのことをやっているうちに、まあ、ますます建築が自分の中に乗り移っているように思うようになると。1965年私が初めてヨーロッパに行きました時にですね、横浜から名古屋に行ってシベリア鉄道に乗って、何分にも英語を喋るわけでない、お金がない、知識ない、体力だけある、もう一日大体もう十数時間歩いてましたよ。一日十数時間歩きながら、歩いて考え、また建物に到着してまた考え、また行きながら考えて歩くんですけれども、友達がですね、建築学科に行ったやつが、要するにローマのパンテオンも見なければならない、最初にこの建築を見た時にミサでずっとこう賛美歌を歌ってる人たちがいました。上から見てザーッとこう入ってくる光を見てですね、これはもう本当に光の建築だなというふうに思いました。ロンシャンの光の教会のあの強烈な刺激的なその空間の体験というのもなかなか忘れられないと。その内部に入るとですね、光が襲ってくるという大変暴力的で激しいその光の洪水という感じがする建物なんですけれども、まあこれには光を追い求めることだけでも建築は十分可能なんだと我々に教えてくれたような気がします。実は私もですね、あの大阪の郊外茨城というところで光の教会という小さいその教会を作りました。私が安藤忠雄さんに初めて会ったのは1987年の5月です。お願いしたのは一つ、二人または三人が私の名によって集まっているところには私もそこにいる、というキリストの言葉があります。これを形に表してほしい。光の教会というのは、まあ、6メーターの18メーターあるんですけれども、この真ん中に光だけあると。だからこの光の十字架がこうあるわけですね。ここに光が一つ、こう十字架の光が一つ差し込むことによってですね、中にいる信者さんたちが心を一つにすることができると。そして光を向いてものを考えることができるというようなことを考えて作ったわけですけども、ここがどうしてこうなってるのかというのを安藤さんに代わって説明できるまで読み込む、それが私なりの格闘なんです。私は考えたのは、この光の業界にガラスが入ってます、ガラスがない方がいいと。あそこガラス入れたらなんか難しいな、ない方がいいな、別になくてもええんちゃうかな、ちょっと寒いだけやろ、ちょっと寒いやな、だけど綺麗やな、なんかない方がバッてするで。やっぱ雨が入ったりとかそういうことをやっぱ気にされるとは思うんですけど、いい、そうかな、なんていうか常識外れいうふうに思い張るでしょうから。だけどもう大体常識外れた格好してるからな最初もらったプランではあのガラスが入ってますので、最初からもあのここにはガラスがあるものと思って、私が使う以上はそんなことは絶対にあの認めるわけにはいかないと。寒いんじゃ、まあ体は行きたいでいいよね大変ですね、ほらどうかな、暖房いるかな。教会来たらみんな風邪ひくよ。おはようございます。大きいよね
窓がないからね、どうなるんかなとね、入ってみるの、入ってみてからのお楽しみというのかね。今度こういうふうに斜面になったら、今度は外の人が外の景色を。やっぱり安藤さんが言う、そろそろメジャーになる頃にこの建物と関わってくださいましたんで、大変私たちとしては嬉しいと思います。私たちとしては格闘はしましたけども、まあ大変楽しい時であったと思います。だから今のこうちょうど光の状態、思ってたより光がはっきり出るね。あそこやっぱりガラスなんかでもいけるみたいな。仕事というのはできたら終わりじゃない、できてからずっと建築は生きてますから、その建築を見続けながら自分たちの今度は理想をやっぱり追求しない。仕事というのはね、諦めたいな、いつかガラス取りたいと思って、今でも思ってる、うん、働きに。こちらのここの現場の総監督で、朝日さんに私は東大の、はい、入り口に福竹ホールに作ったんだけど、総監督。その時の、まあ、現場、実際現場やった人間なんで。ほんまにないね。でこれ見るともうコンクリートの建物で手作り見えないけど、ほんま手作りなんですよ。コンクリート打つのは大変で。安藤さんは、まあ、コンクリート打ち放しを代表にして、やっぱりそこに使ってる建築材料はナチュラルだ。やっぱり大変やなこれ。それそういうもので表現をしたいっていうタイプの方だと。でもコンクリートは一発ですからね、やり直しきかないもん。コンクリートって結局打った瞬間でもうその製品というか表情出来上がりが決まってしまうんで、その後のやり直しってもう効かないので。できるけれども補修したらダメ、まあ整形美容みたいなもんですよ。ここだけアバターな量、それはもう3年ぐらいで打ち放しはやっぱり片枠ばら剥がした段階でもうそれでもう出来上がりが決まっちゃう。コンクリート打つまでの準備が一番やっぱり大変ですね、打ち放しの場合は特に。皆さんの協力がないと金庫に入れてないで、よろしくお願いします。周囲の確認はいいか。周囲の確認は本日も作業頑張ろう。安藤さんがどういうふうなものを望んでる、あるいはどう作りたいのか、どういう材料の配合にするか、から片枠はどういう片枠と、まあ、割り付け関係どうするか、あと鉄筋関係については、コンクリートをきちっと充填させるために、まあ、どういうふうにやっておくか。はい、出すよ。はいよ。あれも大変なんですよ。だすごいしっかりやっとかないと波が出てきちゃう。これが最後の仕上げになっちゃうんで、鉄筋屋さん、大地さんが仕上げたものを僕らが最後に打って、もうこれで仕上がりなんで、だから責任は重いですよね。やっぱりプライドもかかるし、ね、うん、やっぱチームで大事ですね。まあ、苦労して作ったものには愛情はありますね。やっぱり建築というのは我々一人ではできないなと。現場監督、左官屋さん、大工さん、みんなの誇りかけてやってもらえるのじゃないかな。なんかごっついパワーのある人が来たなと思ったよ。パワーのある人が。
これもあれ売ってんの？そうです。一応錆止め終わりました。あれ何年ぐらいいける？錆びる？錆びんでいける？これはもう長いこと持ちますよ。特別なペン使うてますから。10年は持たなあかんな。いやそれ以上持つでしょ。んだけ、はいはい、大体みんなそう言われて3年ぐらいでダメなんだ。いやそりゃおかしい、おかしいですわ。おかしいです。私はやっぱりその建築という仕事を通してね、やっぱりみんなで誇りのあるものを作ろうと、50年も100年もその場所に存在しているものを作りたい。あ、またあそこに行ってみたいなというようなものを作りたい。もうこんだけ維持するんだらもうあと二度と積みたないという感じ。それでやっぱ自然石はええね。自然石は一つずつ違うから一つずつ考えなあかんねん。格闘せないかんから。今度はだから石屋さんに塩出すわ。石積み塩かなんかで。でも値打ちあれこんだけすんだらな。だけどやってるうちはね、お互いにぶつかりますからね。かなりあの喧嘩にも言い合いにもなるんですけども。なんでこういうですかね。こういう木枠の中に入った島天井という。ああ、とっともやもんこれ。ようか。いやまあちょっと話してみますけど。まあ、色だけはまあこれを合わせるよ。こっちも神経勝負、向こうも神経勝負ですから。あれなんであんなにマーク右抜いてんの？今ちょっと木工の位置に合わせてしてるんですけど。いやいや、どういうこと？あれは男子用でしょ？そうです、あの奥が男子用のトイレ。あ、そうおかしいわな。それ見たら、それ見たらお前右入るやんか人間が。ねえ、何を考えてね。あれ見たら絶対右行くよな。あ、その赤いのの、へへ、あ、そうそうそう、それぐらいでエンジンか、あ、それ注意、あ、そうそうそう、それでいいやんか。1992年にですね、イタリアのファッションメーカーから仕事を頼まれました。話を聞いてみますと、ベネスの郊外だということなんですね。一番最初は外国で建物を作ってワクワクしていったわけですよ。どんなことができるのかなと。この場合、大阪の街はファンタスティックね。大阪っていうのはね、すごい街だと。なぜかイタリアいうのはやっぱ我々建築を学ぶ人間にとっては、まあやっぱイタリアを古い歴史を我々学んできたわけですから。abbiamo molte aspettative da questa scuola。 ものすごいこう期待してますから。 e vogliamo che il prossimo anno incominci。 来年からちょっと開けられるように。Quindi quando io ho incontrato Tadao Ando è stato un incontro molto, molto particolare. Your wife? Esatto. Tadao Ando non conosceva me e quindi l'inizio non è stato facile perché non avevano fiducia
nelle cose che io dicevo. 敷地に来ましたところですね、でんとですね、この17世紀の建物が座ってるんですね。これ慌てました。今彼らはって古い建物を壊すでなくって、古い建物を再利用しながら新しいアートスクールを作ってほしいと、こう言われたんですね。実はこういう古いものをもう残して中に新しいものを作るということはですね、新しいものを作るよりもですね、数倍エネルギーがかかるわけですね。Abbiamo avuto indubbiamente qualche problema. Tadaoando si è trovato di fronte a tecniche di lavoro, a materiali diversi da quelli che conosceva. Sì, たくさんのことを学びました。日本の建築とそのイタリアの建築の作り方の違いというのを学びました。昔の技術で、そして昔の材料で、昔の工法で作り上げていかないといけませんから。Tadaoando prendeva in mano questi campioni, li toccava, li guardava per dritto e per rovescio. Sembrava quasi che avesse voglia di assaggiarli, di annusarli. Tadaoando ha elaborato un progetto che sostanzialmente si divideva in due parti.La parte di restauro è stato fatto tra il 93 e il 94. Mentre invece poi la nuova area, quasi tutta sottoterra, che presentava proprio, diciamo, l'anima di fabbrica. Furi 建物の中に入ってずっと入っていくと地下に入る。そしてこの地下に入っていくと今度新しいものにこう行き当たっていくんだというようなことにしようと、この古いものと新しいものがその同時に存在しているというその面白さという魅力というものを作りたいと思ったわけですね。La parte nuova, anche se interrata, ha avuto delle difficoltà autorizzative. Incredibile a dirsi, ma ci sono voluti 7 anni per avere questa autorizzazione.Questa mentalità delle autorità locali che non sono facili neppure per noi capire, immaginiamoci per Tadaoando.And Ando-san, window very, very beautiful. また、ベニスでもですね、その後。あのプンタ・デロ・ドガーナという15世紀の税関を改造する美術館を作るんですけども、これはもう有名なサン・マルコ広場の真ん前にある、もう本当に水の上に浮いてる建築なんですね。これもどうして作るのかなと、それ難しいんですね。材料運ぶも難しい、そして古い建物を再利用するための再利用する材料を探してくるのも難しい。チームもありましたからね、このチームが安藤と一緒にやるならばやってやると、ベニスラ任してくれと、よその人はできないと。Ho incontrato l'architetto Tadaoando grazie all'ingegnere Tranquilli nel 1993 in occasione del restauro di fabbrica Benetton. Qui per questo lavoro abbiamo dovuto mettere a punto una formula particolarissima, perché il cemento veniva prodotto in terraferma.Portato con le barche direttamente in cantiere, perciò doveva avere una vita lunga, una vita di 2 ore utile per il trasporto, e poi quando veniva fatta la colata doveva ancora avere una consistenza per poter scorrere dentro il cassero, scorrere dentro la cassaforma e poter essere vibrato prima che il cemento diventasse duro. Ecco, questa è la corte interna.Racchiusa da questo cubo in cemento armato che l'architetto Tadaoando l'ha definito il cuore nuovo dentro il vecchio edificio.
una sfida di realizzare questi muri è che il tetto non è stato tolto, doveva passare tutto all'interno, questi grandi casseri enormi che tenevano poi la colata dovevano passare all'interno delle capriate. Ha fatto capire subito che era un architetto che amava non soltanto le forme, ma amava anche i materiali. Questa scala deve essere reversibile, è portata da questo muro qui. Qui non è appoggiata, pertanto non va a contatto col mattone originale. Lui non ha voluto che forassimo nessun mattone e c'è questa divisione tra il vecchio e il nuovo. Il fissaggio di questo parapetto avviene soltanto all'interno delle fughe. La pulizia di queste travi è stata fatta manualmente. Non abbiamo perso la patina dell'antico. Vedete qui i tagli, quei segni? Quelli sono i tagli della ceta che ha scolpito questa trave quando è stata realizzata. Come potete vedere, qui abbiamo ancora una volta il cemento, questo famoso cemento che lui cura tantissimo. Lui la definisce una pietra colata. Non lo definisce un cemento, per lui questa è una pietra macinata e poi colata all'interno di questo cassero. In Italia potremmo realizzare questi muri senza tutti questi fori. Abbiamo riprodotto un po' la tecnica giapponese. そこにプライドがあります。建築というのはイタリアしかできないぐらい彼らはプライド高いですから。どこから来た？経済力あるな。なあ。シュープレ、プレシダン。プレシダン、シュープレ。シュープレ、レステレノ、ナナスポート。なってました。Ecco, fermi lì, va bene così. La sindaco è qui. Da dove? Donna avanti, per favore. Qua, 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 qua,瀬戸内海というのは秀吉の時代から石取る砂利取る砂取る取ってきたわけです。もちろん直島も萩山、この萩山は緑にならない、第一この不便なところ船渡って美術は見に来ないと私は思ったので、福武さんに反対しました。やっぱり人間の情熱すごいなと思って、なると福武は言うと、必ずなると。だから社員の人たちが全部内業へ、我々も内容を植えて戻していくと。やっぱりこれはやっぱ福武さんの想像力すごいと、で私はそれに乗った
わけです。そして美術館を作るときにほとんどの建物を地中に入れた方がいいと思いました。まず一つは風景残さないかと。ボンと建物が建ったら風景が潰れていく。建築でね、あんまり形見えない方がいいんですよ外から。それよりも中の空間体験が大事だと思ったのはね、中の空間が自分たちの心の中に残っていくと思ってましたから。ちょうどホテルから上上がるとオーバルというのがあるんです。オーバルに行った時に丸い穴が開いてる、はい、その穴の上に空が見えて、そこの間から海が見える時に生きてるというのを感じるかどうかと。でそこに生きてるというのを感じてもらえた時に私は建築に命があると。地中美術館作る、ただ単に地中で面白くないので、周囲全部がまあ環境としての建築と、ただ単にこの建物がここにあるというだけじゃなくて、周囲全部がまあ建築なんだというふうにしたらどうかというふうに考えたわけですけども、本当にまあ自然とともに外部と内部とはもう一体になってる。まあ、どこが外部であるか、どこが内部であるか、例えば建物の中に入っていてもですね、庭と建物がもう一体になっている場合が多いわけですけれども、夢がありましたよ、あの福武さんには。絶対にパリのオランジェリーよりも美しいモネの部屋を作りたい。で私もその夢に応えられるかどうかということを考えて、床に小さい大理石のブロックが敷いてあります。壁は全部漆喰です。そして上から入ってくる自然光だけでモネを見ると、モネの部屋は自然光だけで感じる。だから日没映画なんですよ。やはり私が若い頃に体験したローマのパンテオンであったり、コルビエのロンシャンであったりするんですけども、そのことを通してそこに入った人たちが命を感じるかということなんですね。やはりダオシマのいいところはもう30年かけて作っていってることだよね。その時間の経過とともにあちこちに建物ができていくということを考えたんですね。一つずつ小さいもの、そんな大きなもんじゃないけども一つずつ作って、やはりその福武さんの壮大な夢がやっぱり形になったんじゃないですか。中国でやろうと思ったのは2009年の3月ぐらいかな。那这个河就这条河门了，那、这里这条河呢，这个就河，我们站在这，我们站在这里。你一番最初に上海の家庭区の郊外でオペラを作ってくれという話があったんですね。Yes, this is our magazine. この辺で撮りたい。ああ、こうだね。大変やな。小蔡。都南外。啊，那边，那边。Could you put your hands in your pockets?まあ敷地見たらニュータウンなんですね。ニュータウンの真ん中にシンボルになるようなものを作ってほしい。思い切って大胆に行こうと。まず考えたのは一番具体的に言うと正方形が一番現象的な形態で行こうと。こう向こうへこう
まず立方体のいわゆるロビーと、それから通路と、それから横から入ってくるもう一個の、まあ、初めに考えたらこのぐらい考えてたんですね。で同時にこの向こうにいわゆるホールが、こういう建築ってあまりないもんですから、さあ相手側が OK したのにはびっくりしましたね。ああはい、どうも。日本ああ、こんにちは。オペラです。オペラ、オペラ、全部、はい、全部。こっちがこう、こっちが大体このぐらいのプロジェクトをこういうふうに我々がこう提案すると、大体日本でやると10のうち大体9つぐらいは断られるんですけどね。この今の模型を見てね、まあ、日本の建築家とか、まあ、あのいろいろ来るじゃないですか、事務所に「ほんまにこれできるんですか?」言うとるからね、みんな。就刚才看了这个模型啊，那么它有两个这个感，第一个是觉得这个模型的制作工艺已经，他觉得已经比日本高了，但日本可能做这个可能要花更多的时间，花更大的代价，那么他觉得这个水平已经非常高了，已经远远超出他的想象了，这第一个。第二个呢，也是这个很多的日本的建筑家或者日本看了这样的模型以后，会真的会今后在上海能够建成这样的一个作品，就也表示一种。惊讶也好，或者是期待也好。这样，这个安藤老师这个方案虽然还没有付诸实施，但是在社会上影响已经非常大，很多人对这个方案、对这个项目的实施充满期待。那么从我们来讲，我们也非常希望这个项目能够尽早的能够付诸实施。いや、もうスピードはもう非常に速い。そして設計した途端にこれでいいという決定が早い。ワクワクしますよね。日本は 99% 決まらないと動かない。だから日本は緻密に計算されてるから面白さもなくなる、面白さもなくなるけれども非常に失敗も少ない。お願いします。ここは 70% できたら面白いやつに仕事をさせる。今まで自分たちがこう描いたことのないスケールのものを絵描いてるから、我々もどのようなのかなと分からん部分があるわけです。あの失敗したからってはっきり言ったように殺されることないしな。いいやんか、一回の人生やから、もういいや、ごめんねえと。ハブロがあるのこれ、ボンドボンドの全部ボンドボンドね。あ、ちょっと、もうやめよう、まだ続いた。これが円筒やね。はい、うん、これがあの先ほど申し上げた直径18m、ここはホールがこのチューブに出てきてます。やっぱりここだけ集めないと、こう筒がこう何本かこう筒があってて、これとこう入ってるところが重要なところやから、それがやっぱり円筒が突き刺さってぶつかってる、衝突してるいうことやな。だから人間同士が衝突してる、建築も衝突してる。これ何メートル？4.2です。4メートルあるかな。こう見える方向と上からの影が出る方向、光を出すにはこっちの方があの いいんですけど、見えてたらものすごい極端に見えるんだこれ。まあちょっときついのかもしれない。はい、反対の方がまだ、まあ、上品な上品やわな。今のボリュームはこれやで、ここへ立ち上がってるとこやで。これ30メートルあるからね、直径30メートル収まるけど、今度このジョイントが収まらへん。ジョイントがこう上がってた時に、はい、こうまっすぐこうこの絵みたいに上がっていくと、ジョイントがややこしいわけな。これは10何メーター？約18メーターですね。18、はい、何メーターあるのこれ。11メーター、12メーターやね、はい、よりもまだだいぶ高いわけな、はい、巨大なこうボリュームやな、はい、まあ、うまいこといくはずないわな。うまいこといくはずないから面白いのもあるわね、うん、で大体こういうのはまあ今計画したでしょ、はい、もう一度したら、いやコストかな。いや技術的になと、うん、いや中国ではできないとか、うん、いろいろ言われるわけや、うん、で大体うまくいかないもんなんですよ、うん、図面上はうまくいっとる。図面上は収まっとるね。
初めは半信半疑、3ヶ月ぐらいだったらもう息掘り出したからね、本当にやるんやなと。スケジュールは読みにくい、技術的なことも読みにくいというのですけども、彼らには勇気があったわね。やっぱり気持ちがあればね、ある程度前行きます。どうしますかね。はい、ここいいじゃないですか。もうここ見たらもう十分やろ。難しい、どうぞ。ああ、なるほど。これでも難しいんですけども、うん、初めこれができるのかなと思って、私は空間很丰富、構造很复杂、要有很有难度。私下在聊天，当然不是跟安藤老师聊天，但跟他下面的员工聊天。我说安藤老师还打你吗？现在没有了。一直忘了，一直忘了。他这个什么时候结束？大概是九月底吧。9月末です。9月末。今ずっと特化を。最初に何をするの？オペラとか何かするの？大体。第一三次演出ね。交響。交響。明天就要开幕了。对，安藤先生这次来不了，非常遗憾。你现在的心情怎么样？这个活在我手里，把它慢慢的建成，我关注他整整五年左右。那么安藤老师看到他的作品，有很好的实现度，我相信他一定会高兴。这样，希望他来一起来，一起来。希望他能感受这个空间给大家带来的感动吧。这是我也是希望看到的。6月の中頃に安藤さん、膵臓の真ん中にがんがあると。膵臓全摘だと、同時に脾臓も取ると言われまして、まずいなと、目の前が真っ暗になったわけですが、その時に膵臓と脾臓取って生きれますかとお話を聞いたら、今までそれほど全摘の人はいないと。割といない、まあ3、4年に1人ぐらいだったんですよね。それ多分いないと。生きてた人はいるけど元気に生きた人はいないと。から安藤さんは元気に生きてくれる見本になってほしいと言われたんで取りまして、まあ仕事を時間を半分にしろと言われまして、病気でいいなと思ったね。お写真がもうええやん。はい、行きます。はい、行きます。うわぁ、でもな、これはええな。あれ、これ何のやつ？これ、著者の、著者。これ邪魔くさいやん。まあでも、また。大変でしょ？ここやん。うわ、一番面白いやな、建築で。外から見たら綺麗ですね。うん、どうぞ。你好、你好、你好、你好。よくできたね。那那个来来，再拿上去。上海、世界中から来るから。世界中の優秀な建築家がいっぱい来たり、建築は彼がやったんです、大体この人が、この人が、この人が俺らできんわけ。
他说别人别人这个建筑，这个建筑主要是他说主要是他这个建筑。あの大変難しかったと思います。彼が難しいのを乗り越えていったわけや。いや彼を拍手したらならんよ。彼を。ぐらいの。で私はあの人生一回しかないのならば、常に自分の心から面白いと思えるものに行きたい。もう一つ次の世界に行ってみたいと思う気持ちがなくなったらもう設計事務所辞めた方がいいな。私は辞めたい。だから新しいことにまだ挑戦したいという気持ちがある間はやりたい。あもう玉砕やね。はいはい。あこれ機械や。これサインしてる。サインじゃない。はい。